前回のマインクラフトはついに黄昏の森へ潜入。歩いていると迷路を発見。中には敵がたくさん。装備をしていくのを忘れてた。迷路の壁を登っていくとなぜか死んでしまった。黄昏の森クリアできるのか。登録鉄装備だけど、とりあえず完成です。これでいいや。鉄をつけてりゃまあある程度大丈夫でしょうよ。さすがに裸で行くのはちょっと難易度が高かったわ。反対側行こう。うん、食べ物っつっても何これ。え、あ、別に当たったからって別に何もないね。なんだ今のカラフルな雨みたいなのは。なんかある。え、あ、なんか落ちた。え、なんかあるぞ。拠点のすぐ近くになんかあった。え、でっかい建物、何これ。あ、これがな、え、バリアみたいなやつ、バリアかなんかこれかな。わわわわわわ、全然見えない、全然見えない。松明。おー、なんだこれ。ちょっと、え、なんだここ。何かがあるのは間違いない。声聞こえるよ。なんかの要塞かもしれない。ちょっと入り口を探そう。いや、どうもね、入り口はないね。一周ぐるっと回ったけどもないんで、掘っていこう。なんだこいつ。ちょっと待って、逃げろ。なんか変だ。なになに。なんか出てきたぞ。え、掘ったらダメなの。掘ったらダメ。あ、いや、掘れるじゃん。え、なんだ今の。ドゥルルルってなって。いいよ、もう掘って進もう。こっからいけるか。いけるな。あ、なんだ、掘れないぞ、これ。なんだ、これ。なんか、バリアみたいなのが、貼ってあるのかな。全然、こっからがね、掘れないのよね。ああ、やっぱなんかこれバリアが貼ってあるわ。お、ここはいけるんじゃない？無理？なんだ？いや、掘れそう。あ、なんか出て、やっぱなんか出てくる。ああ、おお、なんだこいつ。ええー、なんかバリアと、壊そうとすると召喚されて何かで、あー来たー。なんだこいつ。ちょっと待って、悪魔っぽいのが来る。何こいつ。ダメだ、あそこわからん。あそこはわからん。どうしようもない。まだ別のところを探そう。やっぱこれ地図いるよ。地図がなんかどこに何があるかっていうのが全く把握できないんで、地図が欲しいなぁ。え、ガラスで、あ、中にホタルが入ってんのかな。おう、なんか人が住んでそうな場所だけども、別に人影はないね。洞窟らしきものもないし、え、別なんもないぞ。おう、鹿。何もない。いや、あった。あったぞ。なんか建物発見。え？なんか、うん、建物があった。どうやっては、ナーガ？ちょっと待って。ナーガっていうのがいる。あれでしょ、でっかい蛇のやつでしょ。え？なに？わあ！お前か！お前、よう出てくるな。なんだ？こっちの世界の、ゾンビみたいな感じ？なんかニューって出てきて急に来るからびっくりするわ。ちょっと待って。ナーが戦ってみるか。
入り方がわからんから、まあ、とりあえずぶっ壊していくか。よし。OK。どこだ？どこにいる？何もいませんね。何にもいないぞ。松明のでっかいみたいなのはあるけども、別に何がいるわけではないね。でもね、HP バーがあるから、どっかにいるのかな？なに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 ？あー！なんだこいつ！ちょっと待て！ちょっと、これ、盾がいるんじゃない？盾がいるんじゃないか、これ。普通に行こうとすると、これ、ガードできないよ。これ、ちょっと待って、どうやって勝てっていうの、これ。ボッコやられるよ。いった！ちょっと待って、なんだこいつ。回復、回復、回復。回復。ちょっと、待ってって。待て待て待て。あ、待て待て。ちょっと待て。なんだあいつ。うわうわうわ、完全に、完全に、バレてる、こっちの位置が。ちょっと待てって、お前。回復。とにかく回復だ。これ、無理じゃねえか、この装備じゃさ。これ、とてもじゃないけど、ダメージが全然入んない。ちょっと待って、ちょっと、退避、退避。ちょっと退避だ。あいって、なんだお前。ちくしょ。回復。ちょっと待って。ああ！ちょっとなんか、安全な場所、安全な場所。ここら辺、ここら辺。おーしよ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 し。ちょっと、あ、出てきたよ。っていうか、こいつ壁壊すじゃん。壁壊しとるぞ。マジか。ええー。うわわわわわわわ。どうしろって言うんだ、これ。ちょっとこれ難しくないか。これ無理だわ。これ無理だ。これは無理。いや、これね、全く勝てる気がせん。どうするのあれ。全く勝てないよ、あんなの。装備がやっぱ違う？鉄装備じゃ無理か。まあまあ、とりあえず、装備品全部なくなったんで、また鉄装備でもまた揃えて、別のとこ行こう。ナーガはおそらく、後の方で戦うんじゃない？最初はちょっと弱いやつから行こう。ちょっと、やられちゃいました。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。